高知の皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました参議院比例代表予定候補の二比総平でございます。この春の大嵐は決して私や山下さんが来たからではありません。本当にようこそ足元の悪い中お集まりいただきました。またオンラインでご覧いただいている皆さんにも心からご挨拶を申し上げたいと思います。松本さんと私が挑戦する参議院選挙まであと3ヶ月になりました。暮らし、そして平和、日本の歴史的な進路が問われる本当に大切な選挙になりますね。私はだからこそここからが踏ん張りどころだと思います。地に足をつけて一日一日を大切にして、とりわけ若い世代の皆さんと本当に力を合わせて声を上げる、そうした選挙の先頭に立って何としても国会で戦うあの議席を取り戻したいと思います。どうか皆さん、今度こそ勝利をつかみ取ろうではありませんか。私も憲法こそ希望、今こそ弁護士というリーフレットを会場でもお配りをしていただきました。これ開いていただきまして、二比総平、三つのホットな思いというページを見ていただきますと、私が母に手を引かれているとっても可愛い総平君の写真がありますよね。中国で終戦を迎えて新日本婦人の会の創立に参加をした母です。先ほどもご挨拶がありましたけれど、皆さん新日本婦人の会の赤い親子鳩の旗ご存知でしょうか。母はお母さん鳩が子供鳩を守って平和な未来を作るのよといつも私たちに語ってくれました。私はかつて四大工業地帯と呼ばれた労働者の町北九州で生まれ育ちました。労働者の生活なんかお構いなしの大合理化と、そして大変な公害が人々を苦しめるなのを目の当たりにして育つ中で、人がなぜ使い捨ての道具のように扱われてしまうのか。憲法には個人の尊重、主権在民と書いてあるのに、どうして財界や大金持ちが力を握っているのか、おかしいじゃないかと考え詰める中で、18歳の時に京都大学で日本共産党の先輩たちと出会いました。世界はあれこれと解釈したり評論したりするものじゃない、みんなで声を上げて変えていくんだ、その先輩の言葉にそうだと思って共産党に参加し、法律を武器に社会を変えていこうと弁護士を志しました。ずっと肝に銘じてきたのは、目の前の一人の被害者の後ろには千人の同じ被害に苦しむ人たちがいるということです。裁判でも、2期12年押し上げていただいた国会でも、戦争や公害、大災害、性暴力や派遣切りなど被害ある限り絶対に諦めないと頑張り抜いて一歩一歩前進を切り開いてまいりました。私が初めて
戦場に赴いたのは数えてみると20年前になります。アメリカで同時多発テロが起こり、当時のブッシュ政権が報復戦争だと言ってアフガニスタンに侵略戦争を行ったさなかでした。アフガニスタンの北部から1000キロの道のりを40日間歩いてパキスタン国境の難民キャンプにたどり着いた村人たちと出会いました。私たちが一人の少年に今一番欲しいものは何と尋ねました。甘いものが欲しいとか、サッカーボールが欲しいとか、そんな答えが返ってくるかと思ったら、その14歳の子は世界中の人たちにアメリカの戦争に反対してほしい、僕たちは平和に暮らしてきたんですからと真剣に訴えました。今ロシア軍のウクライナ侵略の下で南部のマリウポリという町がありますね。家族を殺され、家を破壊された、子育て世代の女性が先日日本のメディアのインタビューに、私たちのことを見捨てないでいてくれてありがとうございますと言って泣き崩れました。私たちが今やるべきは、生活の中からロシアのウクライナ侵略は絶対にやめよう、人道に反する戦争犯罪は絶対に許さない、世界中の人々と一緒に手をつないで一層大きな声を上げることなのではないでしょうか。世界の人々のこの声の力が各国の政府を揺り動かし、さまざまな努力が重ねられる中で、先ほど松本さんも触れた国連総会の緊急特別会合、ロシアの拒否権が使えないこの国連総会で、歴史的な圧倒的多数のロシア軍は即時完全無条件に撤退せよ、プーチン政権の国連憲章違反は絶対に許さないという大きな声が上がり、難民の避難民の命やそして暮らしを守るその懸命な努力が続けられているんですね。その中心になっているのが国連ではありませんか。その時に国連は無力だとか憲法9条は空想的だとか、そんなことを言ってるのがあの安倍晋三さんをはじめとした自民党の人たちで、そして右からさらに引っ張るのが日本維新の会でしょ。どこまでもついていくのが公明党ではありませんか。こんな人たちにロシアのウクライナ侵略を止める力はないんだということを私ははっきり申し上げたいと思うんです。私たちが世界中の人たちと国連憲章に基づく平和の秩序を何としても取り戻すんだと、この大きな力を広げてこそ今の戦争を止めることができます。私が訪ねたアフガニスタンの難民キャンプでも、かつてアフガニスタンが旧ソ連の侵略を受け、傀儡政権を作られ、民族が分断をされ、本当に苦しい思いをしてきた。その旧ソ連、ロシアの大国主義、覇権主義に断固反対を貫いて頑張り抜いてきたのが日本共産党という政党だ。
世界に自主独立の平和と命を守り抜くこの日本共産党があるということが、胸を開いて本当の国際連帯を広げる大きな力になりました。国会から訪ねた東ヨーロッパの国々でもそうでした。前千島は日本の歴史的領土、尖閣諸島は日本固有の領土、歴史の事実と国際法に基づいて独立した主権国家として堂々とどんな大国に対しても物を言う力があってこそ、本当の平和の道を作り出していくことができるのではないでしょうか。逆に皆さん、安倍晋三さんどうですか。ロシアのあのプーチン大統領とウラジーミル、僕と君は同じ未来を見ているとやりましたよね。おもねるこの態度、思い出したくもないではありませんか。彼が今核共有と言いますが、それはつまり米軍の核兵器を日本に配備するということですよね。そしてこれ今にわかに言い出したことでは実はありません。9年前に第二次安倍政権が復活をし、その外務省の北米局長だった人物がアメリカの雑誌にこの核共有を行って中国や北朝鮮を恫喝をするんだという言葉が掲載をされています。そしてその人物が外務省の事務次官に出世し、今は国家安全保障局という日本の安保法制戦争法を実施する司令塔の局長をやっているんですね。結局皆さん、自民党や維新の会、そして公明党、やろうとしているのはどこまでもアメリカに突き従って日本が先制攻撃を行う、再び戦争する国に変わろうということに他ならないではありませんか。だから岸信夫防衛大臣が自衛隊の戦闘機が相手国の奥深くまで入り込んで爆撃をすることも自衛の範囲から排除されないなんて、そんな国会答弁を行っているんですよね。この道こそ日本を戦争に巻き込んでいく最も危険な道なのではないでしょうか。安保法制を廃止して、本当に憲法9条がしっかりと生きていく、しなやかな外交力を持った日本にこそ、皆さんご一緒に変えてまいりましょう。私はプーチン政権が核兵器によって世界を威嚇してこの戦争を遂行している今だからこそ、唯一の戦争被爆国日本に暮らす私たちの役割と責任はとても重いと思います。岸田総理は今広島や長崎の被爆者と肩を並べて、77年間どれだけ被爆者が苦しめられてきたか、核兵器がいかに人類と共存し得ない悪魔の兵器であるかということを世界に向かって発信すべきではないでしょうか。ニューヨークの国連本部に行って、これまで核の被害を小さく見せようとして被爆者を線引きして切り捨て、ビキニの被害者たちの要求に背を向けてきた、この政治を根本から反省して核兵器禁止条約を今こそ批准します。ロシアは許さない、世界は核兵器のない世界に進もうと声を上げるべき時なのではないでしょうか。皆さん、広島長崎に続く第三の被爆地を絶対に作らせない、長崎を最後の被爆地に、この声をこの高知から世界中に届け、絶対にプーチン
チン政権の蛮行を止めていこうではございませんか。ご一緒に頑張り抜きましょう。2年を超えたコロナ危機はこれまでの何でも自己責任で、医療や介護、保育や福祉、現場の使命感にばっかり寄りかかる、これまでの政治がどれほど無国、どれほど脆いか、そのことをあらわにいたしました。新自由主義の弊害と言いますが、もはや限界を超えていますね。農産村、中小業者、希望の見えない若者たち、みんながこの社会を何とかしてほしいと願っている、そのみんなの声を一つに集めて頑張り抜く参議院選挙にしようではございませんか。全国は一つで50人を選ぶ選挙です。9年前、安倍政権の復活、維新の会の暴走に立ちはだかれるのは共産党しかない、大きな力でこの5議席を達成させていただきました。私に総平は思わぬ交通事故で左腕を反対にへし折っていましたが、腕は折れても心折れないと戦い抜いてその先頭に立ち、その勝利が市民と野党の共闘を作り出していく大きな力になったではありませんか。どうか皆さん、ご一緒に参議院選挙に勝利して野党共闘を大きく盛り上げて、必ず政権交代への足がかりを作る、先頭に立って頑張り抜きますので、どうか皆さんの大きなご支援を重ねて心よりお願いを申し上げまして、私新井総平からのお訴えとさせていただきます。ありがとうございました。この熱い訴えを再び国会の議場で響かせるために、どうか皆さん大きなご支援をよろしくお願いします。